こんにちは、吉久です。はい、新型コロナウイルスの影響で、モンスポットが一時的に機能停止になってます。はい、これは本当人の命に関わることであり、本当にね、はい、モンスポット改めて、偉大さを実感しました。はい、まあ自分もね、毎日学びのパワーとか取っていったり、まあ、かなり恩恵がねあるので、本当かなり影響を来てるかなと思います。ドン・キホーテもね、延期にもなっています。だと東京オリンピック、もう1年延期で、多分 X フラグパークも延期の可能性もなくはないかなと思います。あと大会もね、はい、まあ、本当に命に関わることなので、はい、まあ本当にこれもう10代から100歳以上の方でも、まあ、感染するので、本当に大切な人を、死なせる、危険性がある、のと、まあ、これの機会に、まあ、機会というか、もう本当に、新型ウイルスの、感染者は拡大に、爆発的に伸びている、まあ、いつになるのか、いつになったら止まるのか、はい、まあ、かなり爆発的に増加しています。で、今のその新型ウイルスのワクチンとか、まあ薬ですね。はい。まあ薬はいつできるのか。まあかなり、あとマスクもですね。マスクも、まあ、一番いいのが手洗いとうがいが一番いいかなと思います。あとアルコールかな。アルコールの消毒で、かなり、そう、まあ、かなりこれ本当に危険性のあるウイルスですね。本当に気をつけてください。はい、もう本当、あとモンスポットもかなり影響が来るかなと思います。司法のパワーとか、あと学びのパワーとか、まあ、紋章もあると思います。はい、まあ、かなり偉大さを感じました。なので本当に、まあ、このコロナウイルスの影響でかなり来てるかなと思います。はい、まあ、感染拡大をしないように、なるべく用事がないときはなるべく自宅待機でですね。はい、まあ、そういった、まあ、モンスポットとコロナウイルスに関してのことです。はい、最後にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。